の竹下敦です。今日はね、CD をちょっとご紹介させてください。こちら、ビル・エヴァンスの、アーティスト・イン・ジャズ CD。 まあこれはビル・エヴァンスさんがリリースしたというよりも、レコード会社さんが、まあ、紹介用に作ったようなアルバムですね。まああのビル・エヴァンスさんの有名な代表的な曲が大体入っております。 Words for Debbie とかね、タン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 計画性があっちゃダメなんですよ、ジャズに。サインくださいって、サインね、サインくださいって言われることあるでしょ。で、例えば私だと色紙にサインくださいって言われたりすることもあって、それはもう光栄のことですよ。それだけじゃなくて、まあ、宅急便さんなりね、なんなりサインするわけです。それはね、あの何の意味を持つかっていうと、あの日本の昔からハンコ押すでしょ。昔はあの金津玄関にハンコを用意してあって、ハンコ押したわけですよ。ただあの昨今ね、どんどんハンコっていうものがなくなってって、こう名前お願いしますとかね、サインお願いしますって言われるようになったわけですよ。そうなると、あのサインっていうのはその人の独特のものでなければ、オリジナリティがなければいけないので、真似できちゃいけないわけですよ。で、できるだけ私も、人に真似されないような言葉の使い方、文字の書き方、あとサインなんか特にそうです。真似されたら終わりですから、あのボールペンで書いたり、真似して書いたり、筆で書いたり、いろいろして真似されないように工夫します。ちょっと跳ねるとかね、あのそういうのの鑑定家の方はね、すごくこうレイヤーで重ねらしてってうまく判定するんで、どうやって判定してるかっていうことをまず理解すると、どうやればサインを真似されないかが分かるわけです。真似する人がどうやって真似してるかを研究すれば、真似されないことが分かるわけです。でね、ビル・エヴァンスさんが今でも聞かれ続けているっていうのは、真似ができないからです。なぜかというと、別にどうってことないから、いきなりバド・パウエルとかね、セロニアス・モンクとか聞いてピアノ弾こうって思う人いるかなと思うんでね、まずいないと思うんですよ。うわーすっげーなと思うだけで、バド・パウエルさんね、タラララララララタラララララララタラララララタラララランチャッチャッチャンダララランチャッ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 タラララランタラララッチャ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 ッタラララランって、あれの特にあの、まあ、ピアノソロになるところとかね、あのタラララン、タラララッタタラタラララララランタンタンタランタンチャンチャンチャンララ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 、これをね、できる気がしないでしょ。だね、真似し、あのコピーしようと思わない。でね、あのこれはね、ジェイク・サイダーに言われたんですけど、コピーできるような、コピーしたくなるような、自分でも弾けるようなフレーズを弾かないと、あのコピーしてもらえないよと。いきなりね、私がジャララン、どうもですっつって、よし、それではを弾かれても、こんなに早くアルペジオ弾けないよ、ギターつまんないって思っちゃうじゃないですか。つまんないっていうか、すごいですねで終わっちゃうじゃないですか。でもすごく簡単にしてって、
で弾けば、あれこれだったら俺でも弾けるかもしれないなと思うじゃないですか。ありがとうね。そこがね、重要だと思うんです。難しいフレーズをいかに簡単にしていくか、それがね、すごくうまくやってるのは、まあ、私も勉強の途中ですけど、ある意味ビル・エヴァンスさんですね。でビル・エヴァンスのピアノ弾けそうだもん、実際弾けるし。でもね、トータルプロデュースとして考えた時、メロディーラインの選び方、あとはまあ周りにいいスタッフをですね、こういうジャケットを作ってくれる、かっこいいもん、このオレンジをこうメガネのところにこうかけて、そういうふうにトータルプロデュースがされしたくなるような人間になること、どういうふうに自分を見せていくかっていうことをある程度までやると、それはもう誰かがやってくれますから。あとは技術を磨くこと、あとはもうクリエイティブなことに没頭する環境を作ることです。作っていただけるかどうかはね、自分の努力次第なんで。あ、マッサンありがとうございます。またおいしいレバニラ炒め食べに行きましょうね。ね、そんなにおいしいレバニラ炒めに出会わなかったら、私はレバニラ炒めのおいしさを知らないまま一生過ごしたわけで、すごく松井さんに感謝してます。そうやって感謝できるような人にね、巡り会えている人生に感謝してます。はい、そんなわけで、6時からは、友人とちょっとお話をする時間を作りましたんで、もうちょっとね練習してから自分を鍛えてから、お話に臨みたいと思います。それでは今日ご紹介したのはね、こちら、ビル・エヴァンスの、アーティスト・イン・ジャズ CD、こちらぜひね、よかったら、レコード店でお買い求めください。それでは、かっこいいギタリスト竹下敦がお送りしました。ビル・エヴァンスいいですよ。それでは。